応ね、まあそれなりにまだ新しいと思われる機械ですね。これをね、セットしてからこのねメーターのところを温水とか、あ、これこういうのかな、これセットしたらね、ここを温水設定を普通の状態にします。今切ってあるんですがね、それでいくらかかるか検証してみます。はい、まずはねここにこれを入れます。今んとこまだ変わんないですね。これで温水をまず普通の状態、高温は多分そんなに使わないと思うんで、こっちもねあえて中間の方でやってみたいと思います。結構ねなんか電気食うっていう噂を聞いたんですよね。ちょっとね今どれぐらいかかってるか見てみましょう。あ、電気つけた方がいいかな。はい、今ねとりあえずすでに 0.07 円かかってますね。何ワットぐらいだろう。このままでいくと1円ぐらいかかるのかな、1時間あたり。もうよく見えない、47ワットかな確か。あ、違うな、今一瞬ねすごいのが見えたと思います。ああ結構食いますね、400。さっきね、なんだろう、やっぱり400ワットとか言ってますね。一瞬一瞬で変わるようですこれ。400ワット一瞬で行った時もあれば、また戻る、元に戻る。これ瞬時なんでね、400ワットと47ワットでもなんか交互にね繰り返してる感じです。さて、8時間経ったらいくらかかるかね、このまま計測したいと思います。はい、どうも一般人です。じゃあね、あれから、24時間丸1日が、ね、経ったんで、ちょっとね温水便座と、ウォシュレットと、あと便座ね、電源を中にしていくらかかったのかね、早速見てみたいと思います。いくらかかったんだろうな、見てみましょう。はい、一応ね、このようにね、今24時間ですね、大体。時間が24時間経ってる。これ、まあ、行って、ちょっと 0.1 だけ過ぎちゃいました。これで、こうします。224電池時間。あ、13.4 円ですね。丸1日つけとくと、約 13.4 円もね、お金がかかるらしいです。ちょっとね、他がどんぐらいかかったか見ていきましょうか。これ、現在の瞬間の、瞬間はね、あ、今現在は 0.01 円っていうのは、これはね、今待機に入ってるんでね、時々増えます。これ関係ない。瞬間のワット数が49ワット、だいたいね49ワットと、1度をね、あ、1ワットを繰り返すようです。1ワット、49ワット、1ワット、49ワットっていう感じですね。ま、0.61kg の、あ、キロワットアワーですね。これが、で、これが、0.34kg の CO2 を排出した。というわけですね。なんか結構かかるな。はい、というわけで大体ね 13.4 円1日でねかかるみたいです。しかも、これね俺しかトイレ使ってないんで、1人しか使ってない計算です。これからさらにねトイレを使う人が増えた場合は、その分ね水を温めるようなんで、さらにね増えていくんじゃないかなと思います。というわけで、次次回は節電モードですかね。とりあえず温水をまず、温水は一番低くして、で、便座の方はね、切った状態でどれぐらいかかるのかね、これからもう一回ね、継続します。それは次回ということで、どんなになるか楽しみです。一応ね、今度はこの温水をですね、ちょっと変えます。押して、もう一番、手に、温水は切っちゃっていいかな。温水は手でいいね。
便座は多分大丈夫、もうあったかいんで切っちゃって、これでね、切ってみたいと思います。そしてね、さらにこの節電モード、これを入れたいと思います。ちょっと待って。これでね、どのぐらいかかるか。もう一回ね、再スタートしてみたいと思います。そうね、再スタートになるんで、スイッチ切ります。切りました。これもう一回入れます。入れました。これで大丈夫ですね。ゼロになってます。節電のやつが切れちゃったんで、もう一回切れちゃいますね。あっち切ると切れちゃうんだよ、こっちは。じゃあこんな感じで、ちょっともう一回1日終わるまで測ってみたいと思います。はい、どうも、一般人でーす。いやね、あれからね、また1日がね、経ちました。とりあえずね、便座のやつをね、設置6にして、温水だけ手入れをね、やった。温水洗浄機の消費電力を、ね、早速見てみたいと思います。こんな感じになってるんだよね。安くなると思うんだよね。さらにですね、こういう感じになってます、現在。そうね、あれから24時間、だいたい1日ぐらいに放置したので、見てみましょう。現在ね、23.1 時間ですね。ちょっとね、まだ24時間までは行ってないんですが、ちょっとね、もうそろそろ行かなきゃならないので、このぐらいで大体やっていると思います。金額が、大体ね、4.03 円。この間ね、13円ぐらい行ってたんで、4分の1かな?それぐらいになってるなってるみたいです。噛んじゃったよ。はい。これがね、今かかってる電気ほとんど少ないですね。1ワットですね。昨日は便座で49ワットとかあったんですが、今はね、温水だけを保温してる状態なんで1ワットとか0ワットとかです。まあ、温水使うとね、結構使うと思うんですが、0.18 キロワットアワーですね、1日で。CO2 が 0.1g の CO2 排出量です。というわけでね、結果は、そうですね、だいたい3412だから、3分の1以下にはなるということですね。皆さんもね、節電頑張っていきましょう。それでは。